はい、皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。しばらくね、動画をちょっとこう撮れるようなね、ちょっと気持ちになれなくて、まあ少しちょっとね体調を崩してたっていうところで、動画をお休みしていました。で、今日はねちょっと気晴らしも兼ねて、まあ、動画を撮ろうかなと思っています。で、どんなことをねお伝えしたいかっていうとですね、見たらわかると思うんですが、α7C とですね α7IV、この2つのカメラを、購入しました。ファーストインプレッション、これをお届けしたいなと思っております。α7S3、α7C、α7IV を使用した上でね、この動画で伝えたいことっていうのはですね、実際に α7IV を使ってみて、まあ良かった点であったりだとか、改善して、欲しいところ、こういったところを主に話したいと思っておりますので、ぜひ購入をね、迷っている方であったりだとか、今動画でね、見ていて、もうすでに予約してますっていう方の参考になれば嬉しいです。ということで、お話ししていきたいと思います。良かった点全部で5つありまして、先にお伝えすると、3300万画素の高画質、モード切り替えスイッチ、露出ダイヤルのカスタマイズ、ブリージング補正、アンチダスト、まあこの5つのね部分にフォーカスしてお話をしたいと思っています。3300万画素の高画質のところに関しては、まあ非常に 4K のね映像を撮っていて、ものすごく綺麗だなと思いました。特にね、今まで α7S3 を使っていて、まあ、夜間の撮影すごい綺麗だなと思ってたんですけど、ちょっとね昼の撮影だと、まあ、微妙にハイライトのノイズが入ったりしていたんですけど、まあ、α7IV は、まあ、それがほぼないかなというふうに個人的には感じました。なのでね、画質はとにかくいいんじゃないかなと思います。やっぱり3300万画素になってきた時に、まあ、ちょっとねクロップ、 4K の映像をクロップして拡大してね、動画編集したりする時にもすごく、まあ、そんなにね画質が破綻せずにできるっていうところは α7S3 と比較してみると、まあ、かなりいい点だったかなと個人的には、思っています。そしてですね、モード切り替えスイッチになりたいと思います。モード切り替えスイッチはですね、今回初めて導入された機能で、ここにあります。まあ、今までだとここにね、まあ、1、2、3っていう風に、カスタマイズがもちろんあったんですけど、まあ、他にもね、動画のここにね、アイコンがあったと思うんですけど、それが廃止されて、ここのスチル、ムービー、いやーこれピント合わないかな、スチル、ムービー、スチル、ムービー、スロー&クイックっていうものに変更されました。ここですね。で、それが今はモード切り替えスイッチによって場所をねこうクリクリと変えられるようになっているんですけど、このモード切り替えスイッチ自体はですね非常に便利で、本当今まで α7S3 使っていた時に、まあ、毎回毎回ねこうカスタムで動画を撮影して、でそれをここくるくるって回して A モードに変更して撮ってたんですけど、まあ、写真動画スロー&クイックそれぞれにねこの1、2、3、まあ、プラスアルファカスタマイズボタンとかね、まあ、カスタマイズを組むことができるので、まあ、シチュエーションに応じてね動物撮りたい鳥撮りたいとか、まあ、いろんな柔軟な対応ができるようになったかなと思っています。露出ダイヤル、今までずっとね露出ダイヤルにしかできなかったんですけど、ここはカスタマイズできるようになりました。でそれによって僕がねここをいつもシャッタースピードにやってるんですけど、ここが今回は ISO 感度に僕は設定しています。でここに絞りですね、 F 値の部分を今は振り分けているような状態になってます。この今のね 20mmF1.8 のレンズの場合だと、まあ、これね絞りリングがあったりするので、まあ、関係ないかもしれないんですけどね、絞りリングのないカメラとかの場合はここでね操作ができるんで、まあ、非常にねここはカスタムがねここの指でできるっていうのはいいところだなと思っています。まあ、もちろんここでね ISO を変えることもできたんですけど、まあ、ここでね直感的にパパパって変えられるのが個人的にはいいことなのかなと思っています。ブリージング補正っていうのが今度出てきますね。ブリージングのテスト結構良くて、まあ、ちょっと今回お見せできればなと思っています。ブリージングテストになります。これ今 α7C がね目の前にありますが、ここにね手をやります。見えますかね。うん、ブリージングほぼないよね。ほぼブリージングがないんじゃないかなと思います。うん、だこれがやっぱりね
まあシネマティックな動画でも YouTube で撮影してでもやっぱ結構いいなと思います。このね 20mmF1.8 っていう、まあ、ものに関してはこのレンズ自体がすごくブリージングがね結構目立っちゃうようなレンズなんですけど、まあ、ほとんど補正されているので、まあ、この α7-4 の機能によってかなり万能になったんじゃないかなと思います。最後ですね、アンチダスト機能というものが、追加されました。これはですね、電源を切った後に、まあ、シャッターが閉まるっていう機能なんですよね。今ちょっと電源切ってみたんですけど、ちょっと開けてみるとですね、見えますかね、シャッター閉まってるんですよ。なんでね、結構交換レンズとか使用する人に関しては、非常にこれいい機能ですよね。単焦点レンズいろいろ付け替えたりするときに、あ、すごくねデリケート、まあ、センシティブに、ここのね交換を行わなくても良くなったっていうのは、これはすごくいい機能だなと思いました。以上がね良、かった点になります。本当ね細かいところいけばね、まあ、10ビットが取れるようになったとか、まあ、そういった部分ファインダー画質がいいとかいろいろあるんですけど、まあ、あくまでね僕の場合は α7S3 っていうのを使っていて、 α7C も使っているので、まあね、そこの部分はいいところなんですけど、まあ、そこまでね追求しなくてもいいのかなと思ってます。次、改善してほしかったなって思うところがいくつかありまして、これがですね本当細かいです、すいません細かいこと言うんですけど、やっぱりね 4K60 フレームの撮影で 1.5 倍クロップ、されてしまうっていうところですよね。まあ、ちょっと今試しに、お見せしようと思います。はい、皆さん、こちらがですね 4K30 フレームの8ビットの映像になりまして、2種のね ND フィルターをつけているような状態の映像になります。でこれから 4K の60フレームの 1.5 倍のクロップをされた10ビットの映像に切り替えたいと思いますので、8ビット、10ビットとの階調の違いが、そこまであるのかであったりだとか、どれだけね画角がクロップされるのかを確認していただければと思います。それでは 4K60 フレームに変更します。はい、こちらが 4K の60フレームの映像になります。10ビットなので、まあ、もしかしたらね、まあ、階調とかが若干異なっているのかなと思うんですけど、まあ、ただね正直僕はそこまでね大きい映像には大きい違いにはなってないのかなと思います。まあ、あくまでね、みんな全ての人がねプロではないので、やっぱりねこう10ビットの画質誰もが必要というわけではありません。まあ、なのでね、まあ、そこを含めて確認していただいてどうでしょうか。やっぱりね画角がね 1.5 倍クロップされると、まあ、少しねまあ、できればやっぱりクロップされてほしくないというのが、個人的な本心にはなりますが、まあ、スローモーションの部分だけね使いたいってなってくると、まあ、そこはねもしかしたらまあスローモーションだけ時だけ使うんだったらまあ問題ないかなと個人的には、まあ、実際に使ってみて思いました。そんなにねスローモーションたくさん撮る人もいるわけじゃないので、で、かつね、まあ、あくまでできればクロップされない方がいいよね、ということですね。いかがでしょうか？ぜひコメント、感想教えてください。ここからは、まあ、重箱のね、隅をつつくようなお話になってしまうんですけど、本当に細かい点です。先ほどもちょっとね、話していたんですが、このモード切り替えスイッチっていうのがここにあるんですけど、このモード切り替えスイッチがね、まあ、ちょっと押しにくいんだよね、これが。なんかね、この一番端まで行った時、特にこの指が詰まる、ちょっと僕のねちょっと指がでかいのかもしれないんですけど、これがちょっとやりにくい。でこれね、フィードバックちょっと考えるとすれば、これさ、ここわかるかな、ちょっと見えにくいかもしれないんだけど、これ横向いてんだよね、横に。このこっから向かって真正面に、カメラの真正面に向いてるんだけど、どうせさ、こうボタンを押すんだからさ、こうなるわけじゃん、押すわけじゃん。人間ってさ、こう横にこうやってわざわざ置かないと思うんだよね、こう横にこうやって。だからこれを、この設計をちょっとね、こう斜め上の方にしてもらえれば、もっと押しやすかったと思うんだよね。斜め上に押すような形になって、クククってやった方が多分押しやすかったと思います、人間工学的に。まあ、僕が人間工学語るなよとは思うんですけど、まあ、個人的にはそっちの方が絶対押しやすいなと思います。こう横にやんなきゃいけないっていうのがね、結構しんどい。この状態でいけるようにしてほしい、斜めに。っていうすごく、細かい点になってくるところと、あとね、メニューモード。これさ、
FX3 っていうシネマラインのねソニーのカメラがあるんですけど、そこそのカメラだけはね唯一ここにメニューボタンがあるんですよ。メニューボタン、今ここのねここにメニューボタンがあるんですけど、メニューボタンって結構意外と使うんだよね。うん、意外と使うから、でここにさオートフォーカスオンっていう、まあこれ使う人は多分すごい使うのかなっては思うんだけど、正直僕の場合だともう AF このオンボタンってこのあのシャッターボタンでやるんですよ。基本的に画角をね調整するとき、画角っていうかフォーカスをねオートフォーカスにこうオンにするときに、なのでこのオートフォーカスのオンって正直個人的にあんま使ってないんですよ。このボタンってシャッターボタンで十分だから。でただこのメニューボタンよく押すのに、メニューボタンここにあってほしいんだよね、 FX3 みたいに。だから個人的にはオートフォーカスのボタンはまあなくして、ここにメニューボタンを押してカスタムここに置くとかっていう風にしてほしいなと思います。またオートフォーカス置いたままカスタムボタンこっちのメニューの方に置くとか、なんかねそこが個人的にはんー微妙じゃないこの位置みたいに思っちゃいました。ちょっとね皆さんの意見もぜひ聞かせてください。これどうなんだろうってすごくねこう小さいことかもしれないんだけど、こういうとこ非常に重要だと思っているので、ユーザーエクスペリエンスとして。で、であと改めてねこう α7S3、α7C とかも使ってみて思ったのは、やっぱり言うてコンパクトではないよねっていう風に個人的には持ち出したりして、まあちょっとやっぱり思いましたね。やっぱり原因、そうなんで思ったかっていうと、やっぱこのねやっぱ軍艦部だよね。まあ別に俺 α7-4 がここ軍艦部ない方がいいって言ってるわけではすいませんないんですけど、まあいわゆる α7C だとここが平らなんですよ。なんで気軽にバッグの中にやっぱこうしまえたりするんよね、 α7C だとすっぽり。でやっぱり658gになっているので、まあ、やっぱそれなりにね重さは感じるっていうところも踏まえると、でやっぱりコンパクトに気軽に動画撮ったり写真撮ったりしたいっていう人はやっぱりね α7C をね僕は、買った方がいいんじゃないかなとおすすめしたいなと思います。だからどうしてもこのね今日紹介したそのいいところだったりとか、そういうところがあんまりね、響かなかった人に関しては、どちらかというとね持ち運びを重視したいとか気軽に撮りたいとかって思う人は、僕はねやっぱ α7C 買った方がね多分いいんじゃないかなっていう風にやっぱり前の動画でも伝えたんですけど、いいと思いました。まあすごくいい機能もあるし、3300万画素も良かったりするのでいいんですけど、まあやっぱそれ感じたかなと思います。であと個人的に、あこういうことがあるんだっていうちょっとねこう発見っていうところもシェア簡単にさせていただきますと、僕は α7S3 を使っていて1200万画素だったんですよね。で、α7C 今上にあるこの α7C を使ってはいるんですけど、これもね2400万画素だったかな、それぐらいのものなんですよね。って考えるとなんかね3300万画素のこれやった瞬間に、僕あのこの中にあの SD カードでね結構早めのやつ入れてるんですよ。ここに、プログレードの、V90 に対応している、ライト、まあ、書き込みが250出るものなんですけど、これ使ってるんですけど、結構書き込みにやっぱり時間がかかるね、これでも。なんで3300万画素になった途端に結構いきなりね書き込み時間に時間がかかるようになったなっていう風に僕の中ではちょっと発見がありました。なんでバシャバシャ撮る人からすると、まあ、これでも十分なのかちょっと分かんないんですけど、まあ、結構連写したい人にとってはその CFF エクスプレスタイプ A っていうものをプログレード版のやつをね買ってもいいのかなっていう風に、個人的には思いました。はい、すいません、ちょっとね、長くなってしまったんですけどね、今回、ファーストインプレッションをねちょっと共有させていただきました。もうちょっとね、まあ、使い込んだレビューに関しても、まあ、今後行おうとは思うんですけど、ね、もしね、質問等があればぜひコメントしていただければと思います。でもしかしたらねこの動画見てて α7C にしようか α7-4 にしようか、すごく悩まれてる方いるかもしれないです。 α7-4 ね供給が全然間に合ってなかったりするし、だったら α7C すぐに手に入るなら買おうかなって思ってる人もいるかもしれないので、ぜひそういう方はね、自分自身の思う、 こう疑問点とかあればぜひね、コメントしていただけると嬉しいです。ぜひ気軽にお願いいたします。はい、ということで、今回レビュー動画これぐらいにしたいと思います。
またね、この動画がためになった方、ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。またね。